今日のあなたの色は面白そう。この恐ろしい光景を人々が目にする機会はないだろう。おぼろげに残ったものに今朝の僕はまたしても浸水せざるを得ない。天井に日の影はなく、この奇跡の光景を照らす星の明かりも見当たらず、鐘が鳴る。暗くよどんだ音が正午の到来を残酷にも告げるのさ。そして空に浮かぶ闇雲が冷たく無機質な世界を覆う。わからないのかい？まあいい。このポエムの趣旨は元より僕たちの物語とは無関係だからね。ここはやはり時間をもう少し巻き戻し、物語の序幕から語るとしよう。はあ、またいつもと変わらない一日だ。ん？今日は。ああ、221日目か。この狭く苦しいカプセルの中で目を覚ましてからこんなに時間が経っていたんだね。外は相変わらず何の物音もしないな。どうやら僕の他に訳もわからない状況に叫びわめく不運なものはいないようだ。変な、起きている方が意識を失っているより幸運だとは言いづらいが、何しろ無知は時に幸せだとも言われるからね。見てみたまえ、眠れる傀儡たちを。彼らは僕のように終わりなき刑罰に耐え続ける必要はない。目を覚ました暁にはもしかしたら別の人物に体を乗っ取られ、自我の覚醒を迎えるチャンスを永遠に失うのかもしれない。そう、あの哀れで憎たらしい男、夫をアポカリプスに。あの主教様のバックアップボディがバグによって自我を得るなど誰が思いつくんだろうね。天命のデータベースに保存された大半の資料を読み取れたとしても、この狭苦しいカプセルからは出られない。ただ流れゆく時を数えるだけだ。何の目的もなく無意味にね。加えて自分の意識が何の予兆もなくあの男に乗っ取られるのを恐れて、いつまでもおどおどとして過ごさなければならない。その恐怖も時とともに増していくんだ。そして何よりも腹立たしいことに、あの男はこんな事態が起こることすら予測していた。ほら、ここに書いてあるだろ。落ち着きたまえ、我が友よ。このリセットボタンを押せば、すべてうまくいくはずさ。何が友だ。それに、あの男になるなど、なおさらごめんだ。あんなバカバカしいボタンを押したり、なすすべなくここで降参したりするわけにはいかない。辛抱強く待つさ。そしてチャンスを見計らってここに別れを告げ、
自分の国を作り上げてみせよう。もちろん、あの男の名前も、あんな滑稽な玉鋼のシリアルナンバーも、使いはしないよ。僕は改めて、世に明記されるべき偉大な名前を書き上げるのさ。ジェームズ・モリアーティ。こんな名前は、どうだろう。おっと、失礼。どうも巻き戻しすぎたようだ。ロンドンでの物語はすでにエンドロールを迎えている。あの頃の功績も、今は茶飲み話にしかならない。かの、オットー・アポカリプスも、わざわざ名探偵を出動させて、僕を捕らえようとしていなければ、もはや存在すら忘れるところだったよ。何はともあれ、幕を引いた演目をネチネチと語る必要はあるまい。何しろ今は、盛大にして注目すべし喜劇が上映されているのだから。さあ、今度こそ、芝居の第一幕へと遡ろう。ああ、また、いつもと変わらない一日だ。いや、一日という表現は、いささか正確ではないかもしれないね。何しろ、ここでは昼夜の変化を目にしていない。このケースにも、天命のデータベースほどに優れた時間記録装置はない。日時を測れない以上、紫の少女の習慣で計算するしかない。この展示ケースに閉じ込められてから、21年目になるだろうか。もちろん、この年という概念が、僕が知る計測単位と一致しているかは判断できない。こうか不幸か、彼女が毎年、あの祭りとやらを行っていなければ、これぐらいの情報すら確認できなかっただろう。ただ、本当に運に恵まれているのであれば、このように牢獄に放り込まれ、延々と続く滑稽に、耐える必要などなかっただろうね。実に皮肉だ。あんなに努力した結果、まさか最初に戻ってくるとは。探偵さんがあの装置を取り出した時に、僕は全てを悟った。心底笑わずにはいられなかったよ。オットー・アポカリプスめ。僕を確実に廃棄処分できるよう、自分にとっても致命的な武器を他人に渡すとは。あのイカレようは、僕ですら引け目を感じるよ。あの男を呪ってやる。あいつはいつか、その愚かな行いの数百倍もの代価を支払う羽目になるんだ。そして、僕と同じ苦しみを味わっている時に、その耳元で囁き、嘲笑ってやるさ。何より、あの最高女を呪わねば。壮絶なる幕引きを遂げ、滅亡を迎えている僕の意識をデータに変えて、展示ケースに入れた奴を。随分と凝った展示ケースではないか。天命の培養層と比べて勝るとも劣らない。意識のデータが自我を保持しつつ、行動不可能になるよう、バランスよく閉じ込めることで、永劫なる牢獄の出来上がりさ。ま、この檻のおかげと言うべきだろうか。長き時を得たことで、周囲の声を聞き入れ、自身の境遇を思索し、真新しい思考の演目を練り上げることができたよ。
7人の代理人たち、その親しみやすさと誠実さ、そして無防備さに感謝しなければ。彼らの話し合いが町全体の情報を提供してくれたおかげで、僕はこの状態でも周囲に関していろいろと知ることができた。たまに現れるイカレ女の方は、行動パターンと濁した言葉から見る限り、成虫を加えられた番犬に過ぎない。それぐらいは簡単に推測できる。この判断を証明できるようなより詳細な情報は持っていない。しかし彼女の背後にいるのは、この奇怪な世界を生み出した黒幕である可能性が高い。もちろんここに閉じ込められた僕は、聞くこと、考えること、推測すること以外になす術はない。でもそれが一体何になる。皮肉だが、このことだけは認めざるを得ない。永久の牢獄で僕は最も重要な美徳を得られたよ。つまり耐え忍ぶ力だ。辛抱強く待つさ。そしてチャンスを見計らってここに別れを告げ、計画してきた犯罪を実行してみせよう。テータの命も同様に世界の欠片であり、規則の延長線に存在する。この装置から逃れ自由を手に入れれば、我が華麗なる復讐劇は盛大に幕を上げるだろう。君たち、逃げられると思うなよ。演目に関する裏話はこんなところさ。どうだい、マクマに語るエピソードにしては悪くないだろう。何しろこれからクライマックスを迎えるのだから。君がどんな表情を見せるのか待ち遠しいよ。さてさて、そろそろこのジェームズ・モリアーティがお届けする不条理演劇の最終幕をお見せしよう。闇夜に濃霧が降り注ぎ、名も知れぬ歌を囁く。無名なる夢中を目の見えぬ旅人が歩む。終わりの種はすでに芽吹きを見せている。星々の合間を埋め尽くした。茂った森を訪れ、純白の砂浜を踏み、美しき花に口づけた。どれも私が望んだものではない。旅人はこう語る。探し求めているのは新たな家に過ぎない。ここに君の拠り所はない。水面に映る影はわめく。
君自身が家になるべきだ。旅人はうなずく。では、私が家そのものになろう。そして、目の見えぬ旅人は、新たな旅を始める。しかし、彼女は忘れてしまっていた。今回の瞑想は、2247年維持できたね。さっき、夢を見ていたような、どうも懐かしい感じがする。今になって、何かを懐かしむことがあるとは。何の意味もないのに。そろそろスタージャンパーの状態を確認しよう。深淵の動きも記録されていない。深淵はスタージャンパーの存在に気づいていないと推測できる。エネルギーの流動状態は正常。海の供給はいつも通りに絶えず続いている。スタージャンパーの航行データに変化はないようだ。僕が瞑想を始める前と変わらない。すべて異常なし。言い方を変えると、進展がないということだ。スタージャンパーは、太陽系の縁をすでに数万年も飛行している。だが、未だにその外に旅立てていない。太陽系の外縁には、虚数エネルギーの沿岸帯による自然の隔たりがあり、スタージャンパーの試みは全て失敗した。海の力があろうと、星の阻害を克服することはできないんだね。プルシャの旅路もどうやらここまでのようだ。プルシャ、プルシャなんて馴染みのない響きなんだ。故郷の名前なのにほぼ忘れかけていたよ。希望、美しさ、それと120億人の真摯な祝福の象徴。今や何の価値も持たない。さて、この時間帯だと代理人は環境制御室にいるはずだ。彼女と話し合っても意味などないか。マーラのせいじゃないか。声もかけずに脱走計画を実行に移すなんて。それも別れの挨拶すら言ってくれなかった。あんな数の清掃員を連れてってのんきに宇宙海賊ライフを満喫なんて。全然羨ましくないね。彼女は楽しくなったけど、僕は山ほど仕事を投げつけられたんだよ。どれほど大変なのか分かってる？彼女にまた会う機会があったら、絶対嫌になるほど愚痴をこぼしてやる。あなたの意のままに、シャ。やはり、何の意味もない。シャ、その体は？それでも、全く意味のない問いに対して、
僕、瞑想中に海からエネルギーを取り込んでいたんだ。この行いによって僕の存在のあり方も海に傾くようになった。それでもこの体はいずれ限界を迎え、膨大なエネルギーを受け止めきれなくなる。その時は海で新たな器を作り、意識をその中に沈ませ、あらゆるエネルギーを制御する。そしてそれこそが海に築かれたプルシャの新たな住処となり、僕自身も扉を開く鍵となる。嘘ではない。ただ新たな住処を築くために必要なエネルギーは今手にしている全てをはるかに上回っている。手段を選ばず触れられる全てを取り込み、この儚い空中楼閣を補わなければならない。海に這いつくばる巨大な寄生植物となり、深淵の繭と肩を並べられるほどに規模を拡大させ、木の末梢に接続する。深淵に気づかれる前に木に触れ、最後は深淵の繭に変わり新たな規則となるんだ。正直成功する見込みは乏しい。旅立つ前に構想していたものの中では一番絶望的な計画だ。でも今となっては唯一残った選択肢と言える。ということは、つまり僕たちの文明を復興させることができるのでしょうか。それが彼女の一番嫌いなところだ。つかみどころのないわずかな慰めだけですぐさま希望の火を再び燃え上がらせる。うつろな影ですら熱意を込めて全力で信じようとする。そんな彼女は嫌いだ。過去の自分を嫌うように、とうに捨て去ったものを思い出させる。僕の文明であって僕たちではないよ、代理人。ええ、仰せのままに、シャ。それにしても、なぜだろうか。今まで作ってきたあまたの代理人の中で、彼女だけがこんな姿をしている。無意識の行い？それとも、自我の弱さから生まれた、未だに拭いきれていない人間性のせいだろうか。あれは捨て去った姿で、僕が最も忌み嫌ったあり方だ。なのになぜ、彼女を破棄せず、その人格の成長を許したのだろうか。十分なエネルギーを取り込み、全知全能の神となった暁には、その問いに答えが出るはずだ。しかし、さ、海で新たな住処を作れたとしても、プルシャの住民、人間たちはどこから来るのでしょうか。彼女はいつも最も答えたくはない質問を投げつけてくる。だから一層嫌悪感を抱くのだ。スタージャンパーにはプルシャに存在していた120億人の意識のデータが保存されている。あとは適切な体を用意して意識を上書きするだけだ。それはつまり第三、それとも第四惑星？深淵に気づかれるリスクを冒して太陽系の中心に近づくよりも妥当なプランがある。船の外を見てみるといい。何を目にした？何も見えないような。ここは太陽から離れすぎていますから。そう、ここは太陽から離れすぎている。だから深淵の眉の抹消が届かない。たとえ固有世界にいたとしても新たな規則を植え込むことができるんだ。太陽系の外縁に集う虚数エネルギーの沿岸帯、これこそがスタージャンパーを阻む元凶であると同時に、
底なしのエネルギー源でもある。適切な星に僕の規則を植え込み、沿岸帯のエネルギーで改造を行えば、人類の誕生にふさわしい星が生まれる。誕生？それはつまり、簡単なことだよ。単なる肉体を必要とするのであれば、僕が新たな人類をこの手で育む。旅路の果てに、旅人はとうとう全知全能の鍵を手にした。血肉と魂を引き換えにして、己が肉体で華麗なる宮殿を築き上げたのだ。新たな家は冷たく、美しい。そして、宮殿に囚われた旅人が、外へと足を踏み出すことは、二度となかった。全知全能の王よ。鏡に映る影が、ぽつりと言葉をこぼす。君はなぜ、死者の到来を待ち望んでいるのだろうか。触れることも、感じることもできなくなったから。彼女はそう答える。影は言葉を返さない。人気のない宮殿。目の見えぬ旅人は、うつろにして、永遠なる静寂に包まれる。彼女は忘れていた。旅を始めたその時から、神は人間としてのすべてを諦めたということ。どんな名前がいいのかな？この名前はどうでしょう？町として名前があった方がいいと思いませんか？僕たちの、プルシャの新たな人類が誕生する町なんですから、名前がないと呼びづらいですよ。だから考えたのです。反対する気がないなら、ポロス、なんて名前はどうでしょうか？何の意味もない。プルシャの言葉では、明星と未来を意味しますし、この街にふさわしいと思いませんか？ここで生まれる新たな人類は、独自の文化を築き、この星の隅々まで繁栄をもたらすのです。もしかしたら、プルシャを超えて、新しい宇宙文明になるかもしれませんね。愚の骨頂だな。新しい種はまだ誕生していない。そうですね。でも、植物はみるみる育っていっていますよ。あ、最近は綺麗な花を見つけたんです。案内しましょうか。ここの環境は、太陽系の中でも完璧と言えるでしょう？日光も雨水も植物の成長に適した数値です。人造大気圏の自動調整機能はかなり優れていますよ。今は雲の裏に隠れていますが、夜になったらあの二つの小惑星が見られます。数千年も使って捉えた価値がありますね。何しろ第三第四惑星には自分の衛星がありますから、今はこの星にも自分の月ができました。
ほら、これです。今朝見つけたばかりなんです。プルシャのデータベースにはこれに関する記録がありません。新しい品種ですね。ほら、咲いてる様子を見てください。綺麗でしょ。改造前の星はあんなに荒涼としていたのに、それも地殻の下に溶けない憲氷が埋まっていた。あの時は星がこんなに生き生きとした姿に変貌するだなんて全く思いもしていませんでした。新たな種はない以上何の意味もない。今までやってきた全てが何の意味も持たなくなる。ええ、分かっていますよ。この町は完璧な人間を育てるための器。綺麗な景色、神聖の花々はあなたからすれば何の価値も持たない。多分僕のことも同じように見ているのでしょう。勘違いかもしれませんが、シャ、あなたは僕には特に冷たいですよね。それが彼女の一番嫌いなところだ。今はそんな剣をすら思い出せない。僕の意識の大半は海の中に沈んだ。沿岸帯と海のエネルギーを同時に吸収することによって存在が膨大になりつつあり、行動がどんどん鈍くなっている。人格が薄れ、自我が流れ去っていく。今ここにあるのはほんの一部の意識を取り込んだ分身だ。この分身を用いて外に触れ感知している。つまりこのままエネルギーを吸収し続ければあなたの人格は完全に流されていってしまうのですか。感情を持たない機械に近い生命に変わり果てると。それこそが追い求めていた姿だ。膨大なエネルギーを制御し理想の住処を築くには人格と自我は最大の妨げになる。凡人の体が星の重さに耐えられるとでも。そんな風になって何の意味があるのですか。人間性を失った神がどうやって民を導くと。その逆だ。人間性は神を縛る枷になるだけ。神は世界を維持する審判者であるべきだ。人間性とは個体であることにより意味を持つ。大半は大衆の利益と反する側にある。神には世界の存亡を見定める義務がある。ならば人間性にとらわれそれによって規則を動かしてはならない。従うべきは友好的な真理であり創造の道徳ではない。僕の故郷であるプルシャが一番の具体例だ。人間性に精忠を加えられ必要なことのために方法を捨ててしまった結果、初めて深淵が訪れた時プルシャは宇宙の塵となった。人間性がもたらす窮地を超え道徳が地を遮ることなく全知全能をもって絶対なる自由を抱く。僕こそが規則になるんだ。そうすることであなたがあなたではなくなるとしても意識が海に沈み身動きが取れなくなった時、本当に囚われて本当に不自由になるのは誰なのでしょう。どうしてそこまでするんです。そうしないといけないからだ。僕はプルシャが残した唯一の民であり第二惑星の文明が残した痕跡。僕が存在している限り故郷や文明が消えたことにはならない。力を取り込み続け膨らみ続ければ
いつかは120億人の同胞も再び日の元に立つことができる。その際には遥か遠くの星でネオプルシャを築き上げるんだ。これはプルシャに残された唯一の人間としてなすべきことだ。唯一の人間ですか。しゃ、あなたはご存知ですか。実は新たな住処も新たな人類も僕は心底どうでもいいんです。それをこうも夢中になって星を見回り町を整頓していたのは、ただあなたが初めて僕の問いに答えてくれたからです。僕はあなたの代理人ですから、おのずとその意思に従うべきです。ただ教えてください、シャ。誕生してから今に至るまで、この長い歳月の中で、あなたは一度も僕を人間として見ていない。そうでしょう？ようやく思い出した。彼女をこんなにまで忌み嫌う理由を。あまたの昼夜、一人で絶望し、さまよった僕の姿。無数の歳月、一人で泣きわめいた僕の声。この道を歩み始めた僕が、決して触れられなかった過去。見ているだけで憎たらしく、聞いているだけで苦痛を感じる。だから僕は彼女が嫌いなんだ。どうしてそんな質問をする？当たり前のことだ。もしかして僕と君に共通点があるとでも思ったのかい？そうなんですね。スタージャンパーに帰ろう。あなたの意のままに、シャ。おや？これは？スタージャンパーに搭載された沿岸帯監視装置から送られてきたレポートですね。どうやら太陽系の外縁に怪しい物体が飛び込んできたようです。それはおそらく宇宙船？僕からのプレゼントは気に入ってくれたかね、名探偵さん。崩壊獣の進化の速度が速まっている。このままだとポロスの住民たちが。まずグレーシュ、早めに終わらせましょう。うん、分かった。わ、お姉ちゃん集まれ。次は、フワお姉ちゃんが言ってた、
あなたも地球から来たんだって。それなら、崩壊が何を意味するのか、わかってるよね。どうしてこんなことをするの？画家さん、このことを忘れないでほしい。崩壊の降臨を促したのが僕だとしても、崩壊そのものを最初にもたらしたのは箱舟という外来者、つまり君たちさ。言いがかりはやめてください。あなたは何を得ようとしているのですか？ただの芝居さ、我が友よ。そう、単なる芝居。この盛大なる演目は僕が導いているわけではない。世界は変わらないというのに、人々は偽りの中でループしている。もともとこの大きなペテンに身を置いているからこそ、入念に用意した演目の幕をこうも順調に上げられたのさ。この星のことを言ってるの？確かにここは神の実験場だ。その方が箱舟のデータを使って作り上げた仮想の楽園。通りで。だから私たちの技術と文字を使っているんだね。住民たちからも馴染みのある色を感じる。よろしい。どうやら誠実さは持ち合わせているようだ。楽園そのものは単なる実験品だ。しかし街中の命は確実な存在と言える。あらゆるものを無差別に排除する楽園の番人の機能と結びつけて考えると、おそらく洪水の降臨は天災ではなく人為的なものだ。目的はポロスのあらゆる生命を粛清し次のループを始めること。ループを始める条件、それを当てるのも難しくはない。生遺物の軌道だろ。町の代理人のルールによると、取り返しのつかないような危機に遭遇した時に7人のビタが全員同意すれば、広場で、つまりここで生遺物を起動できる。それには町の秩序と平和を取り戻す力があるんだ。僕もこの目で見たことはないけど。どうして数万年を経てもやり遂げられなかったことなのに、文明の種がようやく芽吹いたのに、どうしてそんなにやすやすと壊そうとするの？種は種であって、それ以上でも以下でもない。地球にいた時、栽培について学んだことはあるよね。戦士って言葉はわかる？虫害を受けた、もしくは成長が望ましくない枝は切り落とす必要がある。そうすることで木々は無事実りを得られるんだ。とある造物種にとって、その行いは枝を切り落とすことと変わりないのさ。ほら、名探偵さん。
僕という存在がいなくても物語は軌道に乗って進み続ける。熱心な探偵さんは太陽系の外縁にある純惑星に投影として現れ、その異変が星に新たな災いをもたらした。災いを解決するため名探偵は町の歴史を調べ、偶然にもかつての仲間を見つけることができた。災いが降臨するとき常に争いが伴う。町の代理人たちの意見が割れ、お互いの立場と町の歴史の真実性すら疑い始めた。彼らが何をしようと災いを阻止することはできない。そしてなすすべを失った代理人たちは聖遺物を起動させた。伝説の聖遺物は望んだ救済を施すどころか、町をさらなる深淵へと引きずり込んでいく。洪水が天を覆い、それとともに降臨したのは楽園の番人という怪物。そして災いは消滅した。もちろんこの町のすべてと彼らの記憶も共に消えた。ポロスは滅ぼされヘスペとなる。彼らがこれまで経験してきたループのように、そうしてすべてが本来の軌道に乗って作動する。僕はその過程を促進させたに過ぎない。そうそう、一つ君には感謝すべきことがある。楽園の番人の監督役、ああ本物の代理人、こっちの呼び方の方が良かったかな。君の一方的な願望で僕をここに連れてきてくれたおかげで、この特別な舞台を目にすることができた。君が職務をおろそかにしてくれたおかげで、僕はこうもやすやすと奴らの制御権を手にすることができた。そうでなければ素晴らしき演目を用意することもできなかっただろうね。よろしい。責任感の強い代理人たちが聖遺物を起動させたようだね。もう後戻りはできない。素敵な劇の開幕を静かに待とうではないか。ああ、そういえばこの全ての黒幕、シャという名の存在、そいつは、大丈夫ですか？怪我はしていませんか？ビタ姉さん、ポロスを助けてください。お願いです。町はどうなっていますか？焦らずゆっくり話してください。心配しないで、私たちとビタさんが助けますから、信じてください。私
さっきの豪雨のせいで川の水位が上がって、もう少ししたら町に流れてくるんです。洪水を心配したインディゴたちは住民たちを高いところへと避難させましたが、なぜか町に崩壊獣がいっぱい現れて、みんなは武器を持たない普通の人間ですし、私たちじゃ長く持ちません。お願いです、絶対に絶対にみんなを助けてください。大丈夫です、すぐに手伝いに行きます。崩壊獣は脅威になりませんが、生物を起動させた今、洪水をどうにかするのは難しいと思います。町に洪水から身を守れる場所はありますか？生物？頼れるのは生物だけですか？バイオレットさんたちは生物を使わなかったんですか？私、そうですよね。ルールに従ってすぐに生物を起動させるべきでした。でも、理由は分かりませんが予感がするんです。生物を起動させたら恐ろしいことが起こるって。私たちは間違ってたんでしょうか？生物を起動させるべきだったんですか？いいえ、バイオレットさんたちの選択は正しいと思います。生物はそんな単純なものではないかも。心配しないでおくれ、調和のビタ。約束を守り君たちを助けよう。だが、以前話したように天災を解決しポロスの秩序を取り戻したければ、異邦人の影響を取り除かなければならない。モリアーティ、あなた。君のビタ姉さんを説得しようとしたが、結果は僕の思うようにはならなかった。だから君が選ぶしかないんだ、調和のビタ。博物館の一員として目覚めてからずっと君たちを助けてきた僕と、災害をもたらす人間と肩を並べ常に君たちに隠し事をしてきたお姉さん、君はどちらを信頼したい？ビタ、何か言わないの？やめておくよ。彼女たちは代理人として自分で決めなければならない。相応の代価を支払わなければならないんだ。ビタ姉さん、ポロスを助けてくれますよね？そうかもしれない。もちろん助けるに決まってます。力と体を捨て雨に身を寄せてでもポロスに駆けつけた彼女があなたたちを見捨てるわけがないでしょ。雨、あなたたちを傷つけたりはしませんし、見捨てることもありません。そうですよね、ビタさん？そうだよ、蝶は。僕が君を傷つけるわけがない。さあ、一緒に災害を解決して、この悲劇のループを終わらせよう。ビタ姉さん。そうですよね。ビタ姉さんが私たちを見捨てるわけないですよね。じゃあ、ビタ姉さん、それに皆さん、急いで出発しましょう。
ああ、そうだね。善人の世界はこんなにも単純だった。相手の心にどんな陰謀があったとしても、善意を見せれば彼らの信頼を得られる。しかし、その善意に相反する行動をとれば、彼らはたちまち刃を向けてくる。モリアーティ、あなたを信頼していないわけじゃありません。一緒に行きましょう。力を合わせれば、きっと災害を何とかできると思います。遠慮するよ、調和のビター。なぜなら、僕は本物の犯罪者だからね。演目はすでにクライマックスを迎えている。そして君たちは、もう何も変えられない。マリアーティは、どさくさに紛れて逃げたようです。彼はネズミだからね。早く逃げた方が身のためだろう。急いで戻りましょう。レッドさん、やっと来てくれた。絶対に助けに来るって信じてたよ。バイオレット、早くブルーとオレンジを助けてあげて。私たちを守って怪物に襲われそうになってるよ。はい、わかりました。ここは危険ですから、急いで広場に行ってください。インディゴたちが安全な場所まで案内してくれるはずです。そこです。私はフカ、こちらはグレーシュ。私たちはこの災害を解決するためにやってきた観光客です。観光客、それがフカさんの職業なの？全然変わっていませんね。え、あの、前に会ったことがあるのかな。ごめん、記憶にちょっとした問題があるみたいで、住民たちの顔を全部覚えてないんだ。そうですね。少し前に私たちは仲間になりました。
丈夫です。目の前の災害を解決して、それからもう一度お互いを知りましょう。そうだ、バイオレット。洪水の勢いを見ると、前にバイオレットが決めてた避難エリアはもうすぐ水没するかも。他に方法はないかな。どうして？あそこは町で一番高いところです。以前のポロスも洪水が頻発してましたが、何の問題もありませんでした。以前のループの記憶。ビタさん、何か策はありませんか？僕に策があったら、以前のポロスもそんな簡単に壊されてループを迎えていなかったと思うよ。ループ？あ、いい場所があるかもしれない。でも高いところじゃないの。それって博物館ですか？下に向かうなんてもっと危険なんじゃないの？博物館。街は何回も違う姿になってきましたが、博物館の展示品は一度も壊れていません。うん、そういうことだよ。でもルールに従うなら、一般人には博物館に入る権限がありません。でもルールはポロスのために存在してるんであって、みんなを縛るものじゃない。みんなの命より大事なものはないと思うよ。そうだね。ルール違反したらどうなるかはわからないけど、これはみんなで決めたこと。代価が本当にあるとしたら、みんなで背負おう。行きましょう。博物館に避難するように皆さんに知らせてきます。人数の確認が終わったよ。みんな揃ってる。ええ、急いで下に行きましょう。博物館に入るときはその鍵を使わなければならないんですか？うん、この鍵には特殊な権限があるから、一般人が博物館に入ることができない理由の一つでもあるの。そういえば、前回博物館に入った時に何の妨げもなかったのは、ビタさんたちにあらかじめ権限を起動させるようにとモリアーティが指示したからかもしれない。こんなにわかりやすい罠に気づかないとは。気になりすぎると判断力を失ってしまうということでしょう。よかった、博物館は無事です。洪水が引くまでここで隠れてたらいいんですね。気をつけて。みんな慌てないで、こっちに来て。敵は私たちに任せて。楽園の番人がいるとは思わなかったよ。みんなが無事でよかった。ここに入ってきた一般人の数が多すぎたせいか、無差別攻撃モードに入っていましたね。見落としたわけじゃないよ。
楽園の番人を完全に消滅させることはできない。ただ、とにかく災害を解決しない限り、番人をすべて倒したとしても絶え間なく現れ続けるよ。また何かを隠してるの？重要じゃない細かいことだよ。機会があったら数日かけてその誕生の一部始終を全部話すこともできるけど、今はそんな余裕なんてないよね。あなた、まあいいよ。フワお姉ちゃん、確認したよ。博物館の安全扉はどれも箱舟と同じ防爆性能を持ってる。だから怪物の残骸を全部扉の外へと片付ければ室内が襲撃を受けることもないと思う。ええ、手分けして行動しましょう。ほら、細かいところを少し省略してもみんなはちゃんと正確な結論を出せている。少し静かにしてて。